今日も海の上展望台、からお送り、いたします。はい、そうですね、はい、今日はですね、一つ皆さんに、ご報告が、ございます。はい、何の報告かと言いますと、まあ実はですね、空波取り、バイクを、1台降りることにいたしました。はい、はい、ただね、このダブル6班ではございません。はい、ちょっと驚かさせてしまったかもしれませんが、はい、ダブル6班ではないんですけれども、まあ1台ね、はい、今持ってる5台のバイクのうち、降りることに、決めました。まあ、いろいろね、まあその思いに、まあ至るにはね、まあいろいろ理由はあるんですけどもね、まあ基本的にはね、まあいつもの病気だと思ってください。はい、いつもの病気です。はい、まあじゃあね、何のバイクを降りることに、決めたのか、まあその辺をね、ちょっと今日は、お話ししていきたいなというふうに、はい、思います。ということでですね、はい、現在の空波取りのバイクのラインナップ、はい、もう一度、おさらいさせていただきますと、大きいものから、いきますと MT-01、 ヤマハ MT-01、 それから今乗っております、川崎のダブル6番、はい、そして、250cc のところに、GSR の 250S、はい、そして、川崎エストレア、そして、通勤、買い物用に、グロムとホンダグロムですね、はい、まあ、この5台を、まあ、現在、所有をさせていただいて、おるわけなんですけれども、はい、まあ、この度ですね、はい、1台、また乗り換えることにしました。そうですね、特にその乗り換えるバイクに何か不満があるのかというと全くないです。全くない。はい、まあただですね、いろいろなバイク、まあいろいろなジャンルのバイク、そういったようなものに、まあできるだけね、本当に、1台でも多く乗っておきたいなという思いがね、強くなりました。まあこれは自分自身がね、まあがんを患ったと、いうことが、まあ多く、さらにね、加速させているんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。まあ今まではね、漠然と、まあこれ皆さんもそうですよ、まあ僕だけじゃなくてね、皆さんもそうですけどね、まあ今までは漠然と、まあ自分のね、人生を、何歳ぐらいまで生きるんじゃないかみたいな形でね、80何歳とか、思ってね、まあそれまでには、こうして、このぐらいの年齢にはこれに乗って、そして最後には、株に乗ってみたいなね、そういったようなこう計画というか、未来、予想図というかね、ドリカムかよ、はい、そういったようなね、ものを思い描いていらっしゃるかもしれませんけれどもね、まあそんなものはね、本当に、来年の話をすれば鬼が笑うと言いますけれども、まあ来年はおろかね、来月のことも来週のことも、これまあもう人間なんていうものは分からないものだと、まあ、いつ死ぬか分からない、空波が、よく言ってる座右の銘ですね、人はいつでも死ぬものということです。まあ、これをこの思いをね、余計に、強くしたと、いうことで、まあであればね、まあもう一台、何か、そろそろ乗り換えていいものはあるかなと、自分のラインナップを、もう一度ね、さらってみました。はい、まあ MT-01、はい、これね、正直ね、ちょっと今ね、またこれに関しても次の乗り換え候補になるかもわからないです。これはね、ちょっと正直わからない。空波手術しましてですね、まあだいぶ体力落ちた、まあ落ちた体力っていうのは、なんとかね、また、こうトレーニングとか、リハビリとかをして、回復できるかもしれないんですけれども、やはりね、この痛みですね、はい、体に力を入れた時の痛みっていうのが、どのくらいの期間、続くのかっていうことにもよると思いますけれども、まあ、今の段階だとね、正直、1670cc のオートバイ引き回すのがちょっと辛いです。はい、この6班がギリかなと、いう感じですね。はい、まあ、そういったような状況なので、まあMT-01 に関しては今後はね、ちょっと正直わからないような状況になってきました。まあ、ただ今手放すっていう気にはなれないので MT-01 は、置いておきます。はい、そして、次に今乗っておりますこのダブル6班ですね。はい、このダブル6
般に関しては、まあ皆さんね、空波取りというとバイク何をこう思い出すかと、思い浮かべるかか、と言いますと、ほとんどの方がね、やっぱり、エストレアっていう方が多いと思うんですよね。まあ、僕も、自分の、ね、中で、そのある意味、僕のマストアイテムというかね、いうバイクは、まあ、エストレアなのかなと思うこともあるんですが、実際乗ってみてね、確かにエストレアも本当に大好きです、はい。ですけれども、僕自身のやっぱり現在のマストアイテムということであると、やっぱりダブル6番なのかなと、いう感じはします、はい。ですのでこのダブル6番は、乗り換える対象にはなりません、それから、GSR の 250S、まあ、このバイクに関してはね、まあ、まださ一番最近、今年の1月に買ったばかりということもありますし、相当気に入ってしまっていて相当便利さに、気づいてしまっていて、まあ、本当に 250cc クラスのバイクとしては理想の1台ではないかと、思えるような、オートバイになってますので、まあ、これの乗り換えっていうのは、ね、まず 100% ないですね、はい。ダブル6番と GSR250S に関しては、まあ、ほぼ絶対ないと、言っていい状況です、はい。まあ、そしてエストレア、はい、エストレアに関しては、まあね、最近分かったことなんですけれども、まあ、ブレーキあたりをね、はい、まあ、ちょっといろいろ手直しをしていかないとそろそろいけないということもあり、まあ、あとフロントフォークですね、そこもちょっと徐々に、そろそろ見ていかなきゃいけないかなと、いうところもあってお金かかってくるかなっていう予感はありありです、はい。ですのでエストレアっていうのは、ゼロかと言われればゼロではないと思います、はい。まあ、ただ、やっぱりエストレアは、皆さんが思われるように、ある意味、まあ、空波取り、イコールエストレアと、いうふうに思われている方、いらっしゃいますのでね、まあ、やっぱりそういう方、の、まあ、思いをどうするかということではなくて、何より僕が 250cc クラスで、こう巡航してね、最も気持ちいいと、思うオートバイですので、まあ、まず、手放さないんじゃないかなと、いうふうに思います、はい。というふうに、ね、自分の中で、まあ、何か1台乗り換えようと、決めた後にね、じゃあ何を乗り換えるんだと思った時に、やはり、これは、まあ、ある意味必然的に出てきた答えなんですけれども、残った、はい、ホンダグロム、はい、こちらのオートバイですね、これももうそうですね、もうちょっとで、2年か、はい、2年近くになります、はい。で大体空波ですね、原付2周、まあ、2年周期ぐらいで、乗り換えてき、ているんですね、まあ、一部、故障を起こして短かった KSR なんていうのもありましたけれども、まあ、大体最近乗ったものではね、原付2周ですと、PCX、それから、YBR、そして、まあ、GN、まあ、GN は1年ぐらい、1年ちょっとでしたかね。で、今回、グロムと、まあ、グロムが大体2年今弱と、いうことで、そろそろいいかなと、まあ、グロムの場合ね、特に乗り味ですとか乗り心地ですとか、そういったようなものが本当、気に入ってて、買ったというオートバイではなくて、まあ、ミニバイク、まあ、レンタルレビューでね、ミニバイクを借りて乗ってみたら、まあ、非常に面白かったと、まあ、ただミニバイクをね、通勤バイクとして、使うんであればやっぱりちょっと積載が、まあ、どうかなと、難しいよねと、思って、じゃあそうですね、皆さんがやらないことを一つやろうと、いうことで、グロムに、本当に、大容量積載、まあ、これをつけるということで、グロムを入手して乗っておりました。まあ、本当にね、街中でもキビキビ走るしね、まあ、峠道のようなところに持って行っても非常に面白いバイクで、まあね、本当に買ってよかったなと、思います、はい。まあ、ただその買ってよかったなって思うバイクなんですけれども、他のオートバイのように、なんていうのかな、本当に、ある意味、こう乗り心地乗り、
味、そういったようなものに続行になってるっていう部分はなくて、まあ、あくまで道具としてすごく、優れた、道具と僕にとってはなってるなと、いう部分なんですね。はい、ですので、今回はですね、こちらの、グロム、はい、グロムを乗り換えると、いう決心をしました。で、まあじゃあ何に乗り換えるんだと、はい、いう話になってきますけどもね。まあ、やはりここは、空波取り自身がですね、まあ、過去に、乗ったことがないような、まあ、ジャンルであったり、車種であったり、っていうか、まあ、メーカーであったりというか、そういったようなオートバイをやはり乗ってみたいなと、いうふうにね、思ってます。はい、まあ、ぶっちゃけて言いますとですね、まあ、前々からこれ実は言ってるんですけれども、いわゆるそのジャメリカンですね、250cc から 400cc クラスの、昔日本でよくね、アメリカンの黄金時代を作っていた頃の、ちょっと古いんですけどね、アメリカンバイク、まあ、基本的には V ツインで、まあ、低重心で、まあ、どこどこ感を味わえる比較的ね、バイクなんだけれども、それでいて、まあ、日本のいわゆるそのジャパニーズクルーザー、はい、としてね、非常にこう軽く吹き上がってエンジンも回るタイプのね、オートバイ、まあ、ある意味クルーザーとしては邪道なのかもしれませんけれども、そういったようなオートバイに、僕は過去乗ってきたことがないので、この辺りで、一度ね、乗れたらいいかなというふうに思っております。はい、ジャメリカンバイク、はい、まあ、これが一つの候補ですね。はい、それから、まあ、正直ね、MT-01、はい、まあ、余談になりますけれども、MT-01 を、まあ、乗り換えると、するのであれば、まあ、今ね、レトバロン伊勢店さんにある、ベルシス650、まあ、このあたりか、まあ、MV アグスタのね、前々から乗りたいなと思っていたストラダーレ、800、はい、この辺りが欲しいんですけれども、やっぱり、まあ、そんなにじゃあ変わるのかって言ったら変わんないからね。はい、まあ、ちょっとそこは 今現在ね、やめ上がりのところなんで、今回パスしました。はい、それともう一つはですね、そうですね、有力なシリーズとしては、やはり、株、はい、株シリーズですね、はい、これ、まあ、株って言ってもいろいろあるからね、普通のノーマルの株、今で言うと株110とかね、伊勢吉さんが乗ってますね。まあ、空波はですね、株110よりかは、まあ、色カラーバリエーションは少ないんですけども、まあ、株のプロの方ですね、あれに興味があります。はい、それから、まあ、当然ですけども、まあ、C125、はい、もありますし、それからハンター株もあります。で、そして、クロス株もね、新旧が、ありますね。まあ、いわゆるそのこの株シリーズ、株という名が、つくオートバイ、これに関してもね、まあ、本当に意外なほどに空波は、過去に乗ってきてないんですね。まあ、確かにね、ちょっと足が悪くてですね、シーソーペダルをちょっと踏みにくいということがあって、まあ、敬遠していたのと、まあ、いつかね、株は、まあ、いつかは食らうんじゃないですけど、はい、年取ったらね、やっぱりいつかは株に行くんじゃないかなと、いう思いが僕の中にもあって、まだ今じゃないなと、今乗ってしまったら、楽しみがなくなるんじゃないかなと、やはりもうちょっと、例えば10年、20年、後ぐらいにね、株っていうオートバイは、やはり乗ってみたいなと、いう思いがあって、本当に手を出してこなかったんですけれども、まあ、全般にもね、申し上げましたが、やはり人というのは、本当にいつどうなるかわからないと、いう思いをね、改めて、本当に強くしましたので、まあ、この辺りでね、一度株シリーズ、はい、この辺りに、乗っておくと、いうのも、まあ、一つの手かなと、いうのがありますね。はい、まあ、あとそれとね、まあ、これまたかなり話が脱線するわけなんですけれども、ロイヤルエンフィールド、ロイヤルエンフィールドの、メテオシリーズですね。はい、まあ、特に空波が、いいなと思うのはスーパーノヴァなんですけどね。はい、このメテオシリーズ、まあ、これもね、興味ありますね、メテオシリーズね。で、
この辺り、ロイヤルエンフィールドも乗ったことないんでね、はい、その辺を、まあ、なんていうのかな、候補にというか、うん、まあ、中心に、考えてね、乗り換え、次の乗り換えのオートバイを、まあ、決めていこうかなと、うん、いうふうに思ってます。はい。まあ、特にね、本当に今回に関しては、このオートバイが、気に入らないから、もしくは気に食わないから降りるということもなくて、また、このバイクがどうしても欲しいから、乗り換えるってわけでもないんですよね。うん、単に乗り換えたくなったというね、もうほとんど、末期的症状ですね。はい。ということで、今回ですね、その波は、ホンダのグロム、まあ、こちらのオートバイを、降りることに、はい、なりましたと、はい、いう動画でした。どうもありがとうございました。